東京美術クラブは明治40年に誕生しました。場所は現在の墨田区。両国橋のたもとにあった料亭伊勢平楼。そこを買い取り、東京の美術商およそ300人による展示や貸席のための株式会社として発足しました。現在の東京美術クラブの社屋は平成3年に新築されました。地上12階建てのビルの中には日本庭園が広がり、都心にいながらに四季の風情を感じることができます。2階には庭に面して和室が広がり、にじり口を備えた本格的な作りの茶室も用意されています。日本間は3つ、花、月、雪と名付けられています。趣のある和室は茶会や茶道具の展示会などに使われています。こうした施設の利用料がクラブの収益の一部となるのです。3階と4階は東美アートフォーラムと呼ばれる広い空間で、絵画や工芸品の展示場として活用されています。他にも会議室や陳列室などクラブに所属する美術商たちの活動を支え、一般の人々へ美術の普及を図るための設備が整っています。